平野紫仕様、生配信で着用のルイ・ヴィトンが即完売。経済も回す男の呼び声も、全身120万円超、あっさり着こなし。経済も回す男として注目を集める平野紫仕様のルイ・ヴィトンの衣装が即完売となり、SNS 上で話題となっています。平野は、元ジャニーズ副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた新会社、戸辺に合流し、勢いが止まらない活躍を見せています。 彼のインパクトのあるファッションセンスと影響力について探ってみましょう。平野紫耀は、元キングプリンスのメンバーとして知られる若手俳優喧嘩手です。彼はジャニーズ事務所を離れ、滝沢秀明氏の新会社、戸部に合流しました。戸部は、若手アーティストの育成とプロモーションを担当するエンターテインメント企業です。平野の加入により、新しいプロジェクト、インプ、が立ち上げられ、 その発表は YouTube の生配信で行われました。平野は、この配信で全身類ビトンの衣装で登場しました。彼の衣装には水色のシャツ、ガラパンツ、ブーツなどが含まれており、総額120万円以上という高価なアイテムを堂々と着こなしていました。この配信後、ビトンのオンラインショップでは彼が着用した一部のアイテムが即完売となり、その影響力の大きさが浮き彫りになりました。 ビトンの公式サイトによると、平夜が着用した衣装は2023年春夏コレクションのものです。モノグラムネックレスや LV チェーンネックレスなどのアクセサリーも確認でき、即座に売り切れとなりました。ビトンのカスタマーサービスは、国内の在庫切れや入荷の難しさについて説明しています。特にシャツとパンツは国内在庫切れであり、モノグラムネックレスは東京の1店舗のみで取り扱っているとのことです。 ヒラの仕様のファッションセンスは多くのファンにとっての憧れの的となっています。彼の洗練されたスタイルとセンスの良さは若者の間で広く支持されています。特に彼の着用したルイ・ヴィトンの衣装は大きな注目を浴び、ファッション業界でも話題となりました。さらに、平野の人気は SNS 上でも高まっています。彼は渡米に合流した後、 わずか3日と17時間半でインスタグラムのフォロワー数が300万人を突破しました。これは非常に驚異的な数字であり、彼の人気の高さを示しています。平野史洋は若手アーティストとして将来を嘱望されており、経済を回す男としても注目を浴びています。彼のファッションセンスやパフォーマンスによって、若者たちに新たなインスピレーションを与える存在となっています。 彼の今後の活躍にもますます注目が集まっています。平野仕様のルイ・ヴィトンの衣装が即完売となり、彼のファッションセンスと影響力について話題となっています。彼は滝沢秀明氏の新会社、戸部に合流し、勢いを増しています。彼の洗練されたスタイルとセンスの良さは多くの人々に憧れとなっており、SNS 上でも大きな人気を誇っています。 若者たちに新たなインスピレーションを与える存在として、平野紫耀の今後の活躍にも期待が寄せられています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。